はい。じゃあよろしくお願いしますえ。今回は小学校3年生の算数、ボールの形についてやっていきましょう。で、前回が丸い形ね、丸。これが円っていうのをね、みんなに覚えてもらったんだけど、今回はボールです。じゃん。<laughs> 家にあったやつ。ボロボロなんだけど、このボールの形ね、これについて勉強していきます。いいかな で、このギザギザのちょっとマークが今回あるんですが、これね、2番ギザギザは前に出てきてる2番と同じ答えが入りますよって、1番のギザギザは1番と同じ答えが入りますよだと思って、ぜひね、やってみてください。では、早速ね、始めていきましょう。で、今回やった今のボールね、ボールの形なんですが、これ特徴があって、これぜひ覚えておいて。どこから見ても円に見える。円ってあるね、まん丸だよ。 円に見えるこのボールのような形を名前があるんですでこれは漢字を使ってよいしょ9玉じゃなくてまあ玉とも読むんだけど漢字はただ算数では9と言いますつまりさっきやったこれこれ9です9ねでこれってこう見てもさこう見てもこう見ても全部みんなからは円に見えてるよねだからどっ から見ても円に見えるこの子が9なんですちなみにちょっとね違うの持ってきたお菓子ですじゃんチップスター <laughs> こうでいいかなみんなさこう見ると今ここ見えてる形って丸だから円だよねあ、円に見えるじゃんでも大事なのはどこから見てもなのよつまりこれちょっとね見る向き変えちゃうとあらこれはどう見てもこのねまあ、四角になってるので 円ではないよね。だから、こう見れば円なんだけど、これだと円に見えてないから、この子は九とは言わないんです。大事なのは、どっから見ても。もう一個いくよ。さっきね、あの、次男君から風船もらってきた。<laughs> 多分ね、今これ、こう見たら、おっきいな。こう見たらさ、みんなここ、円じゃない。ここ。ちょっと角度悪いけど、円ね。 でもさ、これ長いんだ、実は。うりーほら。<laughs> だから、こう見たらさ、これ円じゃないよね。横に長くなってるから。つまり、この風船も9とは言わないんです。大事なことはしつこいけどね。大事なことなんでもう一回言うよ。こういう感じで、どっから見ても、どういう風に見ても、円に見えるのが9。というので、ぜひ覚えておきましょう。ではでは、ちなみにその9なんですけど、どこで切っても、つまり、スパン、スパンって、 どう切っても切り口切った後のねその切った場所っていうのは必ず円になりますこの棒でねちょっと切ることはできないんですけど例えばスパンって切っても切った後の部分は絶対円なのどこで切っても切り口は円になりますで今ちょっとだけ持ってきたんですがこうやってねこれもともとこうやっておうこういう感じで 9にちょっと手で見えないねそっ,っち持っていくわよいしょこれねほらちょっと重なっちゃってるけど9これをスパーンって横で切るとスパーンって切れるわけでこういうふうに書く時にはちょっと円には見えないんだけど切った後のこの部分ここねこの部分は必ず円になりますこれも覚えておいてくださいよいしょよいしょちょっと戻しますね後の説明で使うのでこんな感じでいいかなで右の図のようにこれです真二つに切りました 9をね、真2つっていうのは、きれいに半分こに切ってる状態。この状態ね、半分にスパンって切った時の、さっき2番のギザギザなので、ここ円同じの書いておきます。円が一番ほにゃららになる。これどうなるかっていうと、その時の、おぉ、インクがなくなっている。きれいに半分にスパンって切った時の円。ここね、これが一番大きくなるんです。 今さっきこれね半分に切った時の円なんですがもう一個持ってきててよいしょちょっとね私がね自分で切ったからと形がちょっと悪いんですけどこれ上の方をスパンって切るとよいしょ切り口はこうなりますこうでこれはこれもともと同じサイズの円で作ってるんですけどこうやってねほら切った後の切り口半分で切った方が大きくない上の方で切るよりはだからきれいに半分に切った時が 一番その切り口の円が大きくなるのでそれもね覚えておいてくださいよいし。で名前がありますそのねスパンって半分に切った時この時のここに円ができてるわけでこのさ4番5番6番どっかで見たことあるよね前回の動画よ前回の円の時に勉強したのと全く同じでまず4番 これは円の真ん中の点は、ちょっとあえて黒だから黒にしちゃおうか。あ、でもあれだね。こうとわかりにくいね。これを、あ、これ、ここ飛ばしちゃった。1番と同じ答えなので、9だね。9の中心と言います。これ。9の中心。で、その時の半分、ピュって出てるのが、前円の半径ってやったでしょ同じ。9の中心。 半径って言いますでそれのね横までピーって中心を通って端っこから端っこまでピーっていってるやつが前回円の直径ってやったんですけど今回は9の言葉は同じだよ。直径っていうので新しい言葉は出てきてないです。ね。 9、球ね、ボールね、9の中心、9の半径、9の直径というので、それを覚えててください。ただ、その時は必ず9を半分に、真二つに切っとく必要があるので、そこは大事なんで覚えておきましょう。では、最後のね、右の図。これも半分に切りました。真二つにね。その時、これ、半径6センチになってます。じゃあ、この9の直径何センチでしょうかって直径は、この半径をね、 もう一個ピーって右につなげたものつまり2倍したものだよねだから半径6に2をかけてあげて 12cm とすればそれでも終了答えが正解になりますのでもう円の時と同じようにぜひ解いてみてください。いいかなではは今回はこの 持ってこようこれ <laughs> ボールの形ねこの9についてやらせていただきましたで次回の動画は円と9みんな勉強終わったのでそれのちょっとね難しい問題をチャレンジしてもらおうと思いますのでよかったらそちらも是非見てみてくださいそれでは今回の授業はこれで終わります以上ですありがとうございましたまたねバ,バイバイお疲れ様までした